なんかね、芸人さんのラジオに加藤純一の伝説って名前で送りまくって、採用されまくってるやつがいるらしくて。なんかその、俺の好きな、あの、甘神のオープニング使った女のラジオとかに、あの、歌詞のラジオとかに、なんか送りまくって、俺、そうやって加藤純一をなんか世に広めてますみたいな。え、音声流していいかな？音声流していいと思う。見やがるっちゃけ、ラジオだったら。最近なんかうちの第三勢力がさ、めっちゃ活躍してて。こいつ今ちょうど LINE 来てた。ちょっと聞いてて。はい、あ、もしもし、ラジオネームコアドラさんですか？はい。お、こんばんは。早速ですが、問題です。ちょっと待ってね、違った。これの、これか。ちょっと待ってね。今、間違えちゃった。ですが、問題です。いきます。新ジャイモンさんからの、めっちゃ恥ずかしくない？これ。問題です。問題。まして、東京都19歳ラジオネーム加藤純からめっちゃ恥ずかしくない？僕間違い、ラジオネーム加藤純一の伝説、自信満々でクイズにめっちゃ恥ずかしくない？これ行きましょう。こういう活動をしてお前ら見習えよ。ちゃんちょっとはよ、俺のためにはこうやって活動してくれてるやつがいいのによ。ごちゃごちゃよ、つまんねえことばっか言ってやがってよ。広めろ！な、ガタガタ言う暇があるんだったら、お前、ラジオでお前採用されてんだからな、3回も19歳の若造が、これからも励みますって書いてあった。なんかそれで読まれた、あれも、これで別にいいよ、ラジオだったらいいよな。あ、今見てるらしい、ありがとうだって。なんかね、その、じゃどういうタイトルで採用されたか聞きたいでしょ。募集メールテーマ、誰でも解ける簡単なクイズの問題を考える。かっこ、それを電話で繋がっている別のリスナーが答えるとき、企画。バックナンバーの ANN。あ、で、あれか。今のが、その、シギージュニアのオールナイトニッポンで採用されたんだって。あと、バックナンバーのオールナイトニッポンでは、募集メールテーマ、バックナンバーのベーシスト、カズヤさんの冠コーナーを考えるコーナー。小島カズヤのに続くコーナータイトルを考えてください。これなんて答えたか、知りたいよね。なんて答えたか。で、山ちゃんの不思議な議論、2通で通ったらしい。お題のシチュエーションにあったテンプレートツッコミを考えるコーナー。でもさ、こんなにさ、採用されたってことはさ、すごいよね。センスがあるんだろうね。あ、不毛な議論。ああ、不毛な議論。すごいよね。これからもマジで、普通に破格職人だよね。職人だよね。これからも、加藤純一を広めていってくださいって、頼んどきました。あ、不毛レベル高いんだ！その中でも2通、あれだよ、紹介されてるらしいよ。2通。そういうな、徐々にこうやって下地を広げていくわけよ。下地を。広めていくわけよ。俺、クソ受けたから、マジ。なんで、こいつ何やってんのと思って。